演武開演。はい、本日の昼食はこちらのお店で食べたいと思います。美味しそうな商品が揃っていろいろありますね。お料理が来ました。ではいただきます。お野菜がシャキシャキなのはもちろんですが、豆もほっくりザクザクと2種類の食感があり、そこに蒸し鶏まで入ってとっても美味しかったです。ボリュームも結構あったですね。では続きまして、こちらのキサラエッグベネフィットを食べていきたいと思います。こちらが周囲にピーナッツのほんのり香ばしさが入った甘いクリームが見事にマッチ。